やはりお前だったか、ディクソン。おーじいさん、1年前の戦以来だな。まだくたばってなかったとは意外意外。寝かしてろ。ダンバン、ディクソンってもしかして1年前の防衛戦の時の英雄？なんだ、若い姉ちゃんもいるじゃないか。ちゃんとさっきは助かりました、ダンバーさん、ディクソンさん。いや、助けたのは俺たちじゃない。そうだな、礼ならさっきのでけえ鳥に言うべきか。あの巨大な鳥は一体？霊獣テレシア、眠れる巨神を守護する霊獣、巨神の上層部に生息する怪物さ。ただな、俺たちホームスの住む仮想に降りてきたことはただの一度もないはずなんだが、妙だよな。ほう、そういう名前なのか、あれは。巨神を守護する霊獣。ところでシュルク・ライン、この先どうするつもりだ。やはりあの黒い顔つきを追うのか。当然さ、あいつはフィオルンの仇なんだ。うん、おそらくあの黒い顔つきの行く先は一つ、体験の渓谷の先にあるガラハド号。1年前奴らはそこに巨大な要塞を建造中だった。巨神界侵攻のための前線基地。もしその要塞が完成し稼働を始めていたとしたら、事実コロニー6やコロニー9は奴らの襲撃を受けた。1年前の防衛戦の戦場となったあそこか。なら話は早いぜ。その要塞とやらに乗り込んで、次こそあの黒い顔つきを。待って、ライン。シュルク。その前に僕には行くべきところがある。行くべきところってお前見たのか、またビジョンも。ビジョン、なんだそりゃ。なるほど、そいつは便利な力だな。で、何を見たんだ？ものすごく高い場所、巨大な塔の頂上みたいなところで戦っていたんです。あの黒い顔つきと誰かの声が聞こえて、モナドの力が解放されて、奴らの装甲もたやすく立てたんです。今のモナドで奴らと戦っても勝ち目はない。でも僕の見たビジョンが真実なら。塔ねえ、それだけじゃなんともだな。他に何か場所の手がかりになるようなものは見なかったの？一本の角、頭だ。黒い顔つきと戦っている最中、巨神の頭が眼下に見えました。監獄塔。監獄塔？俺も行ったことはないんだがな、巨神の頭頂部には巨大な黒い塔が立ってるって話を聞いたことがある。何でも古種族ハイエンターが建てたものらしいぜ。ハイエンターって伝説じゃなかったんですか？まあそう思うのも無理はないわな。巨神上層に住む古種族ハイエンター、この巨神界には俺たちホムス以外にも姿形文化の異なるいくつかの種族が住んでいる。連中もその一つよ。ハイエンターか。俺も噂だけなら聞いたことはあるが。たまげるぜ、奴らの姿を見ればな。会ったことがあるんですか？まあな。やっぱディクソンさんはすげえな。今日は東、明日は西、お前ら小族子の未来を守るため日夜秘境を求め、異種族とも交流し、その文化文明を手に入れ、ホムスの力とする。それゆえの流浪の旅よ。孤独だね。何芝居かかってんだよ。それ単にお前の道楽だろう。相応の利得も兼ねた。ひでえ言いようだな、ダンバン。で、本気なんだな、シュル君。はい。コロニーを捨て、鬼神兵の目の届かぬ場所を探し、皆で隠れ住む道もあるぞ。ゾードと戦って、その凄さ、奴らの執念みたいなものを感じました。どこに逃げてもいずれ見つかります。それなら。そうか、ならば
俺も行こう。ダンバンさんも？不安か？とんでもない、心強い限りです。だよね、ラインな。あ、だいぶ体の調子も良くなったしな。それにそこの主戦度が作ったこの剣な、細く軽いが切れ味は抜群だ。鬼神兵の鬼戦を制することぐらいはできる。まあ梅雨払いぐらいに思ってくれるとありがたい。そんな謙遜しないでください。よろしく頼むぜ。僕らの方こそ。誰が主戦度だよ。鬼神兵の装甲から削り出した特別性だぜ。根が張って当然だろう。だとさ。どれ、目的地が巨神の頭頂部ってんなら上層へ登る道案内でもしてやるか。ここはまだ巨神の下層部だ。まずは上層部に入らないとな。その通り。で、俺たちホムスの足で行くには巨神の腰から上がるしかねえ。腰ですか。おうよ。今いるコロニーシックスはちょうど巨神のここ、つまり股間だ。だからぐるっと回って腰に向かう。輪行の地、ザトール、そう呼ばれてるところだ。ついてきな。